ともう一点ですね、今アベット勢は自転車クーラーそして BM はクーラーなしという情報が入りました。これさ、あれを出すのはさ、向こう行っていいの？ダメダメ。ここから、この黄色いラインから。ああ開始はぐるっと回ってきて、一周やってるからね。暑いね。もう死んじゃう。うん。縦。前になんかね、いるし。詰まっちゃうよね。そう。Thank you.
岩田か、なんだ、じゃあ大丈夫。あと15行きましょう。え、何？何？ 15？ あと15。じゃあエンジン切ってください。少し動きがこの後ありそうな雰囲気もありまして、今14が今急いで準備に入っていますね。あ、そうですか。じゃあこれでまたドライバー結構スピードも上がってきますね。先ほどカナバ8番のチームのボミスキーの通りがまもなく、暑いからエンジンかけていいかなって聞いて。あ、じゃあ、最初に入ってきてます。入ってる。前の方にちょっと。はい。あっち水温が110度超えましたね。やば、これ多分やばいね。油温は110度超えたかなって感じで、いや大気はやばいっすよ。夏気温37度、タイヤのね温度が上がっちゃいましたね。めちゃめちゃ、
衝撃的なブレーキの効かなさ。お疲れ様です。ありがとうございます。何でしょうか。お楽しみに。